ばんは、スティーブ・ジョブズです。タック TV。 はい、こんばんは、TKK タックです。よろしくお願いします。バッキー言っておりますけども、本日はですね、タック説明させていただこうと思います。こちら告知の動画になっております。それはですね、前回言ってましたラインライブ24時間生放送、こちらの24時間生配信の詳細が決まりましたので、皆様にもお伝えしたいと思います。じゃあ、日付ですね、日付こちらにと、2月の11日から12日にかけてこちらで決定しました。11日の土曜日から12日の日曜日まで、で時間帯はこちらにと11日の20時スタートです。8時です、夜の8時スタート。そして終了予定時刻が2月の12日の22時夜の10時となっております。でこれ時間的に26時間やってるじゃないかと、24時間じゃないじゃないかと。これ厳密に言うとですね、24本配信します。なんで途中5分間の休憩入れたら、だいたい120分で約2時間ぐらい生まれるんじゃないかなっていう計算で、20時から22時になっています。でこちらの企画ですね、24本生配信を通してですね、何をするかってことなんですけど、何をしたいのかって言ったら、 YouTube の動画で、LINE LIVE 24時間生放送を行って、 Twitter と LINE LIVE のフォロワー数はどれぐらい増えるのか、そしてこちら YouTube のチャンネル登録者数をどれぐらい増やすことができるのかという検証の動画になってます。でこれやったところで、お前が得するだけじゃないかとか、なんでお前のチャンネル登録者数を増やすために俺たちが協力しないといけないんだって思ってらっしゃる方が結構いると思うんですけども、こちらですね、まだ LINE LIVE で24時間配信っていうのを僕見たことがありません。もしかしてやってる人もいたかもしれないですけど、なんで今一番配信でできているこの LINE LIVE 24時間配信を行えば、僕の今のフォロワー数、こちら LINE LIVE のフォロワー数が200、半ばぐらいなんですよね。でチャンネル登録者数も一緒ぐらいなんです、これが。はい。で、こちらのスピードがかなり速いんで、じゃあもしここの LINE LIVE で24時間配信を行って、ここのフォロワー数が例えば500人増えましたら、増加が150人と、150人になりますと、ってなったら、もし YouTuber の方で LINE LIVE の生配信をやってる方、配信者の方が、もしここでご協力いただけたりとかしたらですね、もしも150増えましたら、これ LINE LIVE、元が LINE LIVE からチャンネル登録者数に来てくれてるってことは、元々 LINE LIVE の方なんですよ。なんでこちらのフォロワーさんに、その方が YouTube やってるよ、LINE LIVE の配信やってるよっていうふうに告知したりとか、ここで売名行為を行うことができるとなっています。はい。で、僕のコメント欄でよく売名してる方とか結構いるんですけども、今の現段階で何度も言いますけど、僕、チャンネル読者数もフォロワー数も少ない状態なんで、やっても意味がないっていうふうな考え方なんです。おこがましいという考えがあるんですけど、もしここで僕が3桁増やしたりとか、こう、それに成功することができれば、こちらで告知することができるということですね、皆さん。はい、それも検証と同時にですね、皆さんも協力していただきたいなという思いで今、やろうと思いました。こちら、日付ともうこちらですね、もうこちらでほぼほぼ固まりましたので、よろしくお願いします。でこちらの動画もう一つなんですけど、こちら24時間配信中にタックに何をやってほしいかっていうのを募集しました。ただたくさんの募集ありがとうございました。で結構来たんですけども、まだちょっとね、足りないかなっていうような部分がちょっとだけあります。はい。で、まあ、今の段階でもやろうともできるんですけども、もうちょっと欲しいなっていうところで、皆様にもう一度ですね、こちらの動画のコメント欄でハッシュタグやれきんぴら野郎、前回言ってるですね、やれきんぴら野郎でですね、皆様には何をやってほしいかっていうのを書いていただきたいと思います。今の現代から進めてるのがですね、アンちゃんの感謝の手紙だったりとか、ずっと物前とか目の下に眉毛の下にはきんぴら5個をつけて配信やってくださいとか、そういうのはね、もうこれやりましょうやりましょうっていうふうに今作業を進めてるんですけども、もう少しもしある方はですね、もっとここにこの動画見るのが初めてだっていう方はこちらでよろしくお願いします。もし1時間でも2時間でも来れる方はぜひ来てほしいと思います。よろしくお願いします。でこちら最後の告知ですね、最後にですね、でこちらのスタート11日の20時、こちら11日の20時、こちら1本目の配信をですね、ハート連打大会といたしたいと思います。ハート連打大会です。でこれハート連打大会って何と思うかもしれないんですけど、 LINE LIVE って配信中に、Twitter とかでいういいねみたいなのを押せるんですよ。で1人何回まででも押していいんですね。そこで1時間の配信を通して一番ハートが多かった方がランキングで1位というふうに乗ります。で僕の YouTube の動画でですね、こちらの11日の20時スタートの1本目ハート連打大会で1位取った方はですね、ぜひ紹介させて感謝の言葉とね、動画を撮らせていただきたいなと思います。はい。まあ一応1位、2位、3位の方にもね、全て紹介するんですけども、1位の方は、ぜひやらせていただきたいなと思います。こいつ何言ってんだと思うかもしれないですけど、まあ僕の考えとしては正直なところですよ。24時間配信でやっぱり夜中とかもあるわけじゃないですか。で人が来ないとかいう状況も考えられるので、この1本目の配信でハートをガーって稼いでランキング上位に乗ると、今もうちょっとで僕全国100位ランキングに乗りそうなんですね。で今最高記録が12万ハート、もしかしたら更新されるかもしれないんですけど、12万ハート、これランキングで見るとですね、大体120位と
じゃあ、100人の人が17万とか16万あたりなんで、おそらく120位ぐらいのうちにいるんじゃないかなって僕は思うんですよね。なんで、ここの8時からの配信で連打大会を行います。これまた LINE LIVE 等でも告知するんですけども、こちらで一気にですね、ランキング順位をガーンと伸ばして、この辺についておいて、1本目の配信からフォロワー数とチャンネル登録数を一気に増やすと。これ僕の画期的な考えです。さっきも見つけました。なんで、はい、じゃあ20時から1本目の配信はハート連打大会とさせていただきます。で、1位の方にはですね、もうはい、もう特別な僕の画像と動画をお付けいたしたいと思います。はい、じゃあです、以上です。はい、以上です。もう何回です。はい、というわけで、まあ動画の概要欄にも詳細書いてありますので、皆様どうぞご協力よろしくお願いします。日常の配信、このぐらいのテンションでね、もうテンション落とさず、きつい、眠い、絶対いりません。その NG ワードなしで全力で日常をやらせていただきますね。よろしくお願いします。じゃあ、それでは皆さん、一緒に24時間楽しみましょう。 See you connect。 はっ、膝に寄り添って歩いて、ドアの灰を形にして、いつまでも君の横で笑わていたわくてね、ありがとうや、愛してるじゃまたは飛びないけど、せめて言わせるって幸せですと。